今日の天気は晴れ、気温は34度、最高気温が連日30度を超えるようになりました。本日はアルダブラゾウガメのぼっちにヤブガラシを与えてみたいと思います。ヤブカラシは夏になるとつる状に成長し大繁殖するので、どこでも見かける野草です。ヤブカラシはアルダブラゾウガメの屋外飼育場の藤棚にも絡みつくように生えています。植物の多い自宅にはたくさん生えているので、本日は採取と駆除を兼ねてやっています。